はい、マノチです。よろしくお願いします。ラスイニング2019やっていきましょう。ナイト変わらずです。今日取りだめでございます。明日も取りだめでございます。で、今日日ハム戦で、昨日の動画の、ね、最後にちらっと話してはいたんですけども、斎藤佑樹選手なんとか登板してくんねえかなということで、一番左上に持ってきました。で、なんかロックしときました。まあ、これで、まあ、出なければもう仕方ないし、まあ、出ればラッキーぐらいな感覚でやっていきます。うんでね、まあ、今日ハムが2位なんだよね。だからあんまり遊びすぎるのもなーってところもあるんですけども、まあ、出てくれることを願いましょう。で、まあ、斎藤佑樹選手出る出ないはまあ置いといて、今回ちょっと勝ちに行くということで、ちょっといろいろね考えてきました。考えました。私は考えました。向こう有原選手ですね。ピッチャーまず、エース綾部氏いきます。で、三輪選手をねちょっと一番バッターに持ってきました。今うちのチームで一番こうなんていうのかな、盗塁が成功する確率が高いのが三輪選手なんですよね、もう間違いなく。なので一番に持ってきて、もし塁に出れれば、二盗は、基本やる姿勢でいきたいなと思ってます。今日のオーダーこんな感じです。ちょっと本当ね、ごめんね、市川選手めっちゃ続くんだけど、マジガチで勝ちに行こうと思ったら、ちょっとまあ成績的にもちょっと市川選手かなってところなんですよね。はい、今日のオーダーこんな感じです。ユニフォーム、はい、有原選手か。一応ね、日ハム3連戦の、3試合目にはしたんですけども、やっぱあれかな、その投手のスタミナが減らないような設定で今やっちゃってるから、多分そこも響いてるのかな。残念ですね。ちょっと斎藤佑樹選手でやりたかったけども、まあ頑張りましょう。まもなくプレイボールです。マウンド上は投げるサイレント系有原。いや、もうまずはもうここだよね、なんとか出ること。引っ張りで第3球をプレイボール。オッケー、走るぞ。まず走る。そこすげえ大事。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。一応見ましょうか。まあ、どんな能力値であろうと確実に走ることも決まってるんですけども、クイック D ね。鶴岡選手ですか。こんな感じなんだね、ここだね。よし、行きましょうか。走りましょう。第9一塁ランナー出た、二塁送球はどうだ。いいね。お、ごめん、俺の中で健介選手はもう確実にバント持ってるものと思ってたけど持ってないんですね。まあ打っていきましょう。投球これから2球目、頑張れ。指示はハマってるぞ。あ、俺すぐに結界にしてるかな。外角高め、ストレートは外れ、なってるね、大丈夫ね。第5球投げた、よく見た、いいね。バッターは3番一郎、ジャパンいきなり先制のチャンス。送りたいぐらいだな。送ります。第9投げた、あーっとショーフライになった。オッケー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 、惜しい、これはアウトです。さあ打っていこう。フルスイング行こうか。第3球を投げた、流し打ち、サード惜しいな。いやー、なんとか外野まで持ってってほしかったけどな。流し、いや、もう単純にレベル高いもんチョイスで集中します。投球これから5球目、152キロ、いや、まあ結果的に点は取れなかったですけども、まあ有原選手がすごいということで、まあもろもろの作戦としては悪くなかったんじゃないかな。1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。しっかりと抑えていきます。投げた、これは引っ掛けた、フラフラッと上がった。いや、勝ちたいね。結構考えたんですよ。投げました、打った、一二塁歓迎。よし、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番近藤、ボール球。第9投げました、初球打って出た、オーケーに綾部氏、さすがです。そのままベースに入ってスリーアウト。綾部今日は無難な立ち上がりです。勝つぞ。2回の表、ジャパン攻撃に見ていけ。この回のトップバッターは今井。
投げました。打った流し打ち。7番ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。フルスイング。第4球を投げました。これは引っ掛けた。中田交代。落下点で構えます。前半戦あてかラストイニングのシャープ1の試合が日ハムで有原選手でしたっけ。いやーその壁もうちょっと低くしてくんねえかな。今のはもう1点でもいいぐらい。いやこれ一発いこうか、一発いこうか。さあここで勝負に出ました。レッドバイ投球は3球目投げた。あやにが空振り三振。大引き遠洋にやられてしまいました。2回の裏これからファイターズのボール生。トップバッターは太田。投げた打ちました。まあね、得点にはなってはないですけども、今のところ日ハムの方が、あ、じゃあや、ラストイニングチームの方がいい流れというか、ね、いいんじゃないですかね。次は4球目投げた。綾部氏のエースっぷりが半端ねえ。さあ出ましょう。左バッターボックスはトップバッターの三輪。次は5球目投げた打ちました。いや今なファーボールだったら惜しかったよな。まあそれも言ってはしょうがない。これでワンアウトランナーありません。第3球を投げました。見逃し三振。ここは3球三振に終わりました。投球これから2球目高めボール球打ったレフト落下点。ちょっと有原選手がしんどすぎますね。千賀選手急に防御率上げてきたね。両チーム3回の裏これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは横を投げました打ちました。今よしダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。頑張れ。初球引っ張った。サード左横のゴロ。いいよ。これで2アウトランナーありません。バッターは9番鶴岡。投球これから4球目合わせた。いやーくそ今途中まで完全試合だったんだけどな。完璧だったんだけどな。しっかりございます。2アウトから先制のランナーが出ました。外のボール球打ったセンター方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンジ。札幌ドームからお送りしております。打率渡辺亮選手か。序盤終了しまして0対0。中島選手も3割。中盤戦に入ります。バッターは2000本安打の好打者阿部。さあここで監督は勝負に出ました。まあこれはラッキーと捉えていいんじゃないかな。この一発に関してはナイバッチ。いやこれなんとか頑張ってセカンドいけない。おいおなナイスラナイスラナイスラ。阿部ツーベースヒット。これは一発絡めるよ。では改めてちょっと待って、ちょっと待って。ああ、そっか、阿部選手か。なんとか三塁に持ってってのスクイズも考えたけど、ちょっと阿部選手の走力的に怖いところあるよね。もう打っていくしかないね。まずはもうここで一発使いましょう。さあここで勝負に出ました。ってこい。次は4球目投げました。インハイ。一発がいきないのが痛い。バッターは6番今井。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。投げました打った一二塁間。ナイバッチ抜いていったライトバックホーム。今井ナイスバッティングです。これでさあチャンスが広がって荒波。第一打席はファーストフライに倒れています。流し打ち。第3球くわーくさいって取りてなランナー先手返し。迎えるバッターは市川。ランナースタートを切った打ちました。取りました。これです。いやーチャンスは作れるんだけどもな。ファイターズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは西川。最初のランナー出したくないよ。セカンドゴロに倒れています。打ちました。田中取ったセカンドから一塁送球アウト。今日こんだけチャンス作ってれば結構スタミナは減ってる気がするんですよね。有原選手がもともと B だよね。ランナーありません。バッターは4番太田。最初のバッターボックス。いやーまあねこの調子でいけば全然7回8回ぐらいまで投げられるとは思うんですけども。太田いいバッティングを見せます。なまら怖えな。第9投げた。おっとこれ当たった。ごめん乱闘は勘弁。右バッターボックスは6番。さあ
試合の行方を左右する。出てこい。相手首位打者だからな。投げた。打ちました。いい当たり。セカンド。うまい。よし。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。綾部ツーアウト1。ジャパンこの回の攻撃はラスト。いや全然元気だな。スタミナあるな。大引き。今日の第一打席。いやちょっとね最近アイアンリーがあまり結果を残せてないんで。投げた。流し打ちどうだ。中田下がった。いやいや、まあ。これでワンアウトランナーはありません。打順は1番に帰って。さあ出てほしいな。投げた。あっと引っ掛けた。渡辺バックしていった。掴みました。うん、まこれでツーアウトランナーありません。バッターは2番田中。今日はフォアボールと三振。打った。ナイバッチ。抜けた。田中ナイスバッティングです。第4球を投げました。うわ落ちねえな。ライトフライになった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー。1点欲しいな。綾部氏すげえ頑張ってんだよな。最初のバッターボックスはサードライナーに高めボール球打った。ファースト左横のフライになりました。取りました。いいよ。これでワンアウトランナーはありません。えマジエースじゃねえ。ロングプレーで長距離砲清水。プロ野球界に戻ってくるんだろうか彼は。打ちました。引っ掛けた。掴みました。これでツーアウトランナーありません。バッターは9番。さっき内角に投げて打たれてんだっけ。レベルの調整的にもこの2つ行きたいんだけどな。さあ時は5球目。投げました。打った。今ボールを取る。一塁送球。オッケー。スリーアウトチェンジ。綾部下位打線を3。ゲームはこれから後半6回に入ります。バッター言ってもね有原選手が一発持ちだから指示さえハマっちゃえば一発もねあると思うんですよね。これでワンアウトランナー勝ちてえな。左バッターボックスは福浦。ここまで2打席連続三振。投げました。打ちました。ナバッチ。福浦いいバッティングを見せた。フルスイング。投球は3球目。投げました。高めボール球。オッケー。一発溜まってるもんね。ちょっと一発は絡めたいですけども。先制のチャンスを迎えます。ワンアウトランナー。ここでいきましょうか。荒波今日は。さあここで監督は勝負に出てこい。第3球を投げた。打ったに当たりだ。よし。クリーンヒット。セーフ。危ね。二塁はセーフ。荒波いい。さあノリノリですよ市川選手。第4球を投げた。打った。オッケー。抜けた。これは嬉しい1点だね。均衡が破れました。市川タイムリーヒット。これで今日は満塁スクイズ行きたいぐらいだな。見ていけ。次が4球目。投げた。打って出た。完璧じゃね。ヒットレフトからセカンドへ二塁セーフ。よしリプレイをご覧。打順をトップに返って三輪。センター返しな。第6球は打った。ツーレッグ。オッケーバックホーム間に合うかどうか。ナイスラン。ランナーもホームイン。ジャパンこの回4点目。頑張れ。球を投げた。打ちました。取りました。いやまあしょうがない。これで2アウトランナーは1塁2塁。うわ溜まってね。溜まってないのか。第6球を投げた。打ちました。うまい。レフトに飛んだ。ヒット。レフトバックホーム。行こう。一発勝負だ。バッティングです。今日初めてのヒットになりました。さあここで勝負に出ました。行ってこい。第2球投げました。優しいのね。左横のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。油断はできませんよ。6回の表が終わって4対0。ジャパン多分うちの平均失点動画の時多分5点以上あるから。ファイターズこの回1番からの高打順になります。丁寧に丁寧に。中島今日はセカンドフライとセンターフライストレート。いいね。バッターは2番西川。第7球を投げました。打ちました。よし右中間へ持っていきましたがライト前に。よし大きいよ。掴みました。これで2アウトランナーありません。バッターは3番近藤。内角。今日はファーストゴロとセカンドフライ。投げました。高め。あやべしやべえよ綾部氏。完璧だよ。しゃあ下げてやったぜ。投球は3球目。投げました。
打ちました、ファースト正面。もう1点2点欲しいね。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスには今井、今日はここまで3打数2安打。セカンド左横のこの渡辺、ボールを掴んだ。全然セーフティーゾーンじゃないよね、こんなのね。バッターは7番荒波、第6球を投げました、打ちました。あ、面白い。あー、きついか。取った一塁送球アウトです。惜しかったね。一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏、ファイターズ、まだ7の攻撃。トップバッターは太田、投げた、内角ボール球打った、抜けた。ここからですね、ピッチャー交代の判断は。太田、いいバッティングを見せました。右のバッターボックスは5番中田、今日は三振と。まだ綾部次第けど。第2球投げた、打ちました、いい当たり、打球はセカンドの左、抜けた、ボールは中継、中田ナイスバッティングです。レッツシンク。集中あるし一発勝負もあるで、スタミナはちょっときつい。ちなみにピッチャー誰いる？いろいろいるんですよね。でここまでやってくれたから、ワンポイント起用とかもやってっても全然余裕あるから、左苦手な人とかは特にいないかな。太田選手だけか。あれ、中田選手弱いんだね、左ね。なんか強いイメージあったけど。うわ、迷うな。失点するまでいくか、綾部氏。失点するまでいこうか。まずは一発使おうか。出てこい。第5球投げた、打ちました、三遊間へのプロ、破った、レフトバック交代しましょうか。交代しましょうか。しましょう、しましょう、しましょう。ファイターズようやく1点を返しました。さあ、ノーアウトランナー1塁2塁という場面で清宮。ちょっと待ってよ。左ピッチャー出しましょう。田中健次郎選手でいきます。ここ乗り切りたいですよ。リードしても乗り切りますよ。さあ、ここで監督は勝負に出ました。投げた、打った、ピッチャー返し、大引きボールを取る、セカンドフォースアウト。おっしゃ、でかい、このゲッツはでかい。なおもピンチが続きます。ピッチャー交代。八木くん来て。ジャパンピッチャー使うぞ。乗り切るぞ、乗り切るぞ。内角、第4球を投げた、打った、取って、うわー、ランナーホームに向かう、抜けた。ファイターズ点差を2点に縮めました。では改めて頑張れ。さあ、4球目打った、いい当たりだ、抜けた、かよ、アウト取れない。このイニング、本当このイニング、なんかもういろいろ使ってでも乗り切ろう、乗り切ろう。左いいぐらいだっけ。いや、やってくれそうじゃね、やってくれそうじゃね、森福選手ここ。いや、もうガンガン使ってていいから、もう何使ってもう全部使ってでも抑えるぞ。第4球を投げました。おっ、キャレッチめっちゃかっこいい。今のスライダー超かっこよくない？うわ、これはかっこいいわ。ナイピッチ。7回の裏が終わりまして、さあ、ここは守備を。8回の表、ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターは市川。今日打ってるよね、めっちゃ打って、めっちゃ打つね。第2球、内角ボール球、いやー、1点欲しいな、怖いな。サードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーありません。一応打ってはいるけども、何か流れを変えたいかな。宮崎選手で、ピンチヒッターは宮崎。第2球
投げました、打ちました、勝ちてーなー、こんなチャンス回ないんだよな。ランナーありません。バッターはトップに帰って三輪、今日はここまで4打数2安打。投げました、打ちました、キャッチャー落下点、取ってこれで3アウトチェンジ。岸田選手いきましょうか。ジャパン三者凡退。まずショートに、まあ鳥谷選手だね。鳥谷選手いきましょうか。他の守備位置は大丈夫ですね。はい、さあここはファイター、この回は2番荒波さんセンターとかの方がいいのかな。いやもうここまで来たらもうこのまま行くか。ピッチャーを交代します。さあ頑張っていくよ、抑えていくよ。第4球は打ちました。よし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 、本当に西川選手だけマジで出してくない。いい当たりでしたがセカンド正面、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスに高め行こう。さあ6球目打ちました、取って左中間のフライ、オーケー、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番、まあボール球かな。3打数2安打。さあ4球目、オッケー、ナイスピッチ。あと1イニングだよ。1点取りに行こう、1点取りに行こう。ここでマウンド上ピッチャーは切れ味抜群の変化球投手、22試合しか出てないの。ビハインドの場面でマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。投球これから5球目、初球見逃し三振。左バッターボックスはイチロー、今日はここまで3打数1安打三振。いやー打てん。2000本安打高打者阿部、外角にスライダー投げてくんでねえかな。投げました、打った。いやーもう全球は見てないけどストレートばっかだったね。取りました、これで3アウト。ジャパンわずか9回の裏2点を追いかけ、さあ守ろう。この回の先頭バッターは頼んだ守護神頼んだぞ。ジャパンピッチャー交代です。岸田降板、そして最後は守護神の上原。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。2点差、ちょまず守備固めって何かできるかな。まあ変えるとしたら三輪選手だと思うんですけども、斉藤選手出しますか。総力的にね、なんかいろいろカバーはできると思うんだよね。いやないかな、守備固めする場所がないかな。うん、このままでいきます。低めからいきましょうか。第2球投げました、マシンで捉えた。中田ナイスバッティングです。バッターは6番渡辺。こうなると怖いのが一発の使うタイミングが全く分かんないんだよね。全然使ってもありな場面なんで、向こうとしては。待って、長打力が怖いのはここで渡辺亮選手を切っちゃえば、あとはしばらく、まあ、ないっちゃないんだよね。まあ、清水選手とかになってくるのかな、長打で言えば。まあホームランバッターらしいホームランバッターっていないもんね。やっぱホームランが怖いっちゃ怖いかな。ここで一発使いましょう。さあここで監督は勝負に出ました。やってこい。第3球を投げた、うわ痛烈な当たり、センター交代、これはヒットになります。この首位打者、中田一気に三塁へ、バッターランナー二塁でストップ。いやもう上原選手いく、もうこれはもう決めてる。変えない、変える理由もない。初めてのバッターボックス、さあここで何を仕掛けてくるでしょうか。第4球は打ちました、いい当たり、破った、ライトバックホーム、ファイターズ焦ることはない、まだ勝ってる勝ってる勝ってる。石井タイムリー、ジャパンなおもピンチが。ファイターズ先ほどタイムリーを放っている清水、頑張れ。第2球投げた、よし、もうスクイズとかもうしょうがない、
そこ考えはし考えなくていいと思ってるんだ。やられたらやられたで。投球これから4球目打ちました。三塁ランナーホームに突っ込む。間に合い、やった、ラスト。やった、勝った、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。これだよね、こういうチームの楽しみってここにあるんだよね。さて今日のヒーローは勝利。いや、綾部氏完璧だったよ。本当に今日は大活躍でした。エースだったよ。いやギリギリだったけど、まあ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 、まあ、やりましたやりましたやりました。まあその作戦として三輪選手の盗塁で、まあ、トレー1回成功したけど、まあ、そこ点には繋がんなかったけども、まあありだったんじゃないかな。いやテンション上がるね、嬉しい嬉しいね。ほらエースで勝利って言われてるもん。もうゲーム内でもエースと認められてるもんな。今おそらく左上に置いてるからなんだろうけどさ、ちょっと待ってね。はい、すいませんでした。マルティネス選手と変えてたんだよな。どうしようかな、まあ、ちょっと上原選手代わりに入れとくわ。はい、いやー、やったね、やりましたね。あと残ってるのが西武、楽天、オリックスですね。オリックスがすぐそこか。いや今日のオーダーはやりやすかったんだよな。明日も、まあ、ちょっと取りだめは取りだめなんですけども、月末は西武戦か。西武戦しますか。ちょうど日程表を見て決めておきます。まあとりあえず今日勝ててよかったですね。はい、では、終わります。終わり、バイバイ。